もうね、あっち見てもこっち見てもね、まあ、線路あるところは、まあ、電車が通ってるって、もう広島の面白いところですよね。はい。で、まあ、広島ってね、地下鉄ないんでね、やっぱ市民のね、まあ、オーナー足っていうのはやっぱりあの路面電車になります。でね、昭和30年から40年代にかけてなんですけど、そのモータリゼーションっていうね、まあ、車がね、急速にね、普及してきたことによって、この広島の、まあ、市電もですね、まあ、定時運行ができなくなって、で、お客さんもどんどん乗らなくなるじゃないですか。で、赤字の状態になってたということで、昔はね、結構邪魔者扱いをされていたそうです。で、その時は、広島市は、まあ、どう考えていたのかっていうと、その広島電鉄の、まあ、あの、ちんちん電車を廃止して、で、市内の、あの、あちこちに、地下鉄をね、建設しようとしてたんですね。というところですね。まあ、まあ、あの、広島電鉄って、まあ、これ民間企業じゃないですか。で、まあ、あの、いくら赤字やといえですね、この路面電車の仕事で、あの、ご飯食べてるんで、それはないでしょうと。いうところで、あの、大反対をしていたんですけども、まあ、あの、道路の行政をね、まあ、あの、広島市と、あと、まあ、あの、警察もね、やってるんですけど、まあ、警察の考えとしても、やっぱりその日本全国同じような傾向でね、あの、あるんですけども、まあ、路面電車はちょっとやっぱ邪魔者扱いすると、いうような感じだったんですね。で、まあ、なぜ生き残ったのかっていう話をしますと、まあ、その時ね、あの、広島電鉄の、は、まあ、広島県警の幹部を、ね、あの、路面電車の先進国である、ヨーロッパへ連れて行きました。そしたらね、まあ、あの、ヨーロッパってやっぱ路面電車、が、まあ、主な交通手段としてね、まあ、使ってる都市って多いじゃないですか。それを見てね、あ、路面電車って、あ、これはええなと、大事やなと、使えるなと、いうようなことでございまして。まあ、あっちゃ見てもね、こっちゃ見てもね、まあ、路面電車、もう線路あるところはね、もう路面電車がひっきりなし。結構ね、その系統がいろいろあるから、やっぱりね、あの、地元の人じゃないとね、ようわからんっていう。まあ、わかってるの、僕でもわかるのは、あの、広島駅から、あの、宮島口に行く、系統があるんですけど、まあ、それしかわからへんかなっていうとこですね。今度の電車はこれ単車なんですけども、あの、あとはその、まあ、宮島口に行くやつは、ま、連接車っていうんですかね、っていう車両になってます。っていうとこなんですけども、まあ、乗ってる人がね、まあ、えぐいぐらいいます。これはすごいですわ。で、広島って、まあ、地下鉄って、まあ、あの、ないじゃないですか。で、まあ、もともと広島市としては地下鉄を作りたかったらしいという。あの、まあ、昭和30年代とか40年代、そのモータリゼーションっていうね、あの、まあ、車がどんどん増えてきて、で、まあ、路面電車も定時運行できないと。ちょっと邪魔者扱いしてたんですよね。で、まあ、広島市も広島電鉄に対して、まあ、広島、路面電車をま、廃止して、まあ、地下鉄に、まあ、変えましょうという提案をするんですけども、まあ、広島電鉄ってね、あの、民間企業ですから、まあ、当然それはないでしょうと反対するじゃないですか。なんですけど、あの、警察の方もね、あの、広島市の方に加担するんじゃないんですけども、まあ、広島市の言うことに、まあ、賛成というような、立場だったんですよ。で、まあ、なんで、今これ残ってんのっていうところの話なんですけども、あの、まあ、広島電鉄の幹部の人が、その広島県警の幹部の人、を、まあ、あの、路面電車の先進国とも言われるヨーロッパに連れて行ったと。で、まあ、あの、路面電車を、あの、活用した街づくりっていうのを、やっぱり やってるところを見て、なんか考え直したそうですね。で、まあ、これ真ん中石畳のあるところに、まあ、線路引いてあると思うんですけども、まあ、昔はですね、この、まあ、起動時期、この線路の中に車を乗り入れするのは、まあ、OK やった時代もありますと。で、まあ、その時代がね、まあ、まあ、広島電鉄がもう全然定時運行できないと。お客さんも、どんどんもう、ね、逃げていって赤字になってるというね、暗黒の時代やったんですけども、まあ、この起動時期ですね、線路内に、まあ、車の乗り入れするのはもう、禁止と、
いうことをね、やった。それをやったおかげで、定時運行が確保されて、まあ、市民の足として未だに残っているというところでございます。とね、こちらが稲荷町の交差点ですね。かなり大きな、交差点になってるんですけども、ちょっと今その囲いがあるところね、ここがね、まあこれ右の方に行ったら、まあ、今のその広島電鉄の線路があるんですけども、まあ、左の方行ったら、まあまあ、西広島とか宮島口とかの方向ですよね、にはなるんですけど、このまっすぐ行ったところ、今線路引かれてないんですけども、ここまっすぐ行ったら広島駅の新しい駅ビルになるんですよね。なので、こっちの方にね、新しい線路が伸びてくるのかなというふうに思います。でこっちの左側のところなんですけども、この辺もこっちも多分ね、アプローチ線ができるんじゃないのかなっていう予想です。